早く取りに行ったですね。さあ佐藤選手先行のゲームスタート。スタート、いきなりいいトーンオーバーしてきました佐藤かすみ。99点をおのけと取ってきました。さあスイッチして、5-7決めてきました。このケータ。さあここロースコアで小野選手チャンス。96取って徐々にスイッチしてトリプルが決まってきました。268残りを抜けた。これで上がり目がなくなりました。ロースコアですね。佐藤選手、先に上がり目を出した。これで上がり目が出ます。209残りですね。20からトリプル捉えて、これ19いくのか20いくのか。20いきます。140。いやしっかりとね点取ってきます。182残り。ダブルを出したい局面ですが、トリプル捉えて85残り。19からいきますね。そしてアレンジからの20ダブル。1本目、3本目です。失礼しました。3本目、21ダーツ。いやーしっかりとねダブルを1本で決めてきました佐藤
霞選手がまずはキープ。小野選手が下向きに刺していきますよね。60絡めていきます。徐々にスイッチが決まりだすと小野選手合ってきますね。下につけると狙いにくくなる。佐藤選手も今日調子良さそうですね。いい感じで投げてます。リラックスできてますね。尾根選手少し硬いのか。トリプルから140-255残り。上につけると狙いにくくなって下に行きますね。そしてサイドからここも上がり目出せず。さあ佐藤選手からトリプル決めてきますね。そしてもう一本19番ですね。107残り、対するは196残りを抜けた。上がり目ありません。トリプル。そしてもう一本。さあ140で大きく削ってきました。佐藤霞選手もワンチャンス。17トリプル。サイドにずれましたね。さあこれは15とか。トリプル捉えてナイスアレンジ。さあ16チョイスか18チョイスか20チョイスで18。いやーここ決まらない。佐藤霞にチャンス。3本あります。1本目16でブレイク。いや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 、今日は落ち着いて投げてますね。強さを感じます佐藤霞。いやー121決めてきました。下から狙いたいような形態。トリプルに決めてくる。取ってこ
ここは是が非でもブレイクしたい局面。ここは痛恨のロースコアで小野選手チャンス。サンプル捉える。うん、これで先攻後攻が入れ替わりそうですね。小野選手ここ大きく削りたいところ。トリプル絡まず。うん、上がり目出せずですね。さあ先に上がり目出したい佐藤霞。ここはブルー狙いましたけどね。ブルー狙ったんですけど、まあ18でもよかったんですけどね。18に枠に入れれば167っていうね上がり目が出ますけど。さあここで97取って、先に上がり目出してきたのが小野圭太。さあ91残り。さあブルーもしくは17トリプルって感じですかね。17からそして14トリプル捉えれば16ダブル。3本目18ダーツで小野圭太ブレイク。さあここを是が非でもキープしたかった佐藤霞選手ですが、ブレイクされてしまいました。さあブレイクキープ、しっかりとキープしたい局面を抜けた。ワンフォーティナイススタート。ナイスキープですね。いいキープを佐藤選手決めてきました。うん、ここもロースコアで小野選手が調子乗ってきますね。これはトリプルから、そしてここで止めて、佐藤選手前半ねしっかりキープできたの できてたので、そこで思い出してほしいですね。トリプルサイドから、うわーどうした。たまにね小野選手パーフェクトの時もねこれありましたけどね、思いっきり下にちょっとね引っ張ってしまうんですけどね。18トリプルに入って、バーストですね。さあ佐藤選手は上がり目がないので96トリプル決まらず、もう1本、あ16いきましたね。そしてアレンジと、まあ、この辺のところはね
小野選手落ち着いてますね。佐藤選手が上がり目がないのでアレンジ優先してきました。ここも上がり目できず20ダブル。2投目17でキープ。小野選手が状態が上がってきましたね。さあこれで佐藤選手逆にプレッシャーかかる局面になりましたね。さあでもここしっかりキープしたいですね。トリプルからのスイッチが決まりだしました。小野選手スイッチが決まりだすと良くなってる証拠ですね。さあどちらが上がり目を先に出すのか。ここ上がり目出せずですね。ロースコアで枠に入れたかったですね。184残り。いいキープですね。そして小野選手224。決まった。ここで134点取ってきました。90残り124。20から18トリプル。18トリプル。あーここは少しずれてしまいました。さあ90残り。これは20からブルカ。20からいきました。もう一本。そしてうん、決まらず。惜しくも決まらず。82残り。さあここブルーから、あ、14からいきましたね。しかも決めてきた。トリプルダブル。いや、いい感じで狙えてますね、佐藤選手。いや決まらず。
さあこれは17-9いきますね。9チョイスの8ダブル。いや決まらず。佐藤霞に回ってきました。10ダブル。6に入ってしまいましたね。さあ7ダブル。決まった。え、入ってな、ない、入ってない。あれなんでだろう。さあそして命拾いした、あ、小野啓太、8ダブル打ち。2投目23で、これブレイクですね。ブレイクキープブレイクときました。そして、小野啓太選手先行のゲームと続きます。さあしっかり100取ってきました。縦ラインをね意識して今の100の取り方とかいい感じですね。佐藤選手しっかりとね縦ラインを今みたいなね狙い方でいけばまた調子戻ってくると思いますけどね。さあ一進一退、どちらが先抜け出すのか。トリプルから。これは素晴らしいスタッキングですね。125取ってきました。の選手合ってきましたね。下向きに60を指していく小野選手、トリプル捉えて上がり目作ってきました。136、どっちが先に上がるのか。トリプルからもう一本、そしてアレンジ、
24残り、ワンチャンスですね、これ。これで上がり目なし。さあ、小野選手。12ダブル。1投目。19キープで、これで王手ですね。ゲームは佐藤選手先行のゲームですね。しかも綺麗な140ですね。ここでロースコア、痛恨のロースコアですね。そしてトリプル絡まず。ここで96、小野選手合ってきましたね。自由自在に上も下もね、トリプル絡めてきます。180、20ラインをしっかりとキープしていきたいですね。トリプル捉えて80残り、ナイスアレンジ、注文通り。さあ80残り、ダブルダブルか。60からいきますね。そして20アレンジからの20ダブル、3本目。いやー、ダブルしっかり決めてきましたね。15ダーツでブレイクして、まずはターゲット小野選手がファーストゲームを取っていきました。お疲れ様です。あ、大丈夫、聞こえますか？聞こえます。はい、はい、まずは大事な試合一勝おめでとうございます。ありがとうございます。なんか序盤硬かったように見えたんですが、なんか緊張しました。そうですね、だいぶもう終盤に差し掛かってきて、はい、まあ、ちょっとやっぱ硬かったですね、最初ね。えでも、はい、先に2レック取られた後の3レック目から自由自在に、はい、19が決まりだしましたね。そうですね、19が良くて、まあ、20が入らないときにちょっとイラついてしまって、58点とかが多くなる傾向が多かった。あ、今日はでもしっかり19落ち着いて投げれたんで、まあ、途中ちょっと焦ってる本当は心境の部分もあったんですけれど、はいはいはい、まあ、ちょっと自分をうまく調整して、まあ、ダブルがそんなに悪くなかったんで、しっかり入れたいところ入れれたんで良かったなと思います。ダブル素晴らしかったですね。ありがとうございます。でもなんかちょっと佐藤選手の14が入ってたら、ちょっとこの後の展開は分かんなかったかもしれない、ね。ああ、そうですね。14がですね、はいはい、入ったような入ってないような14ですね。はい、入ってなかったんですけど、まあね、カメラの都合なんでね、まあ
なんだろう、こう、まあ僕はもう正直ラッキーだったんで、この16をしっかり落とせば、もう次また勢いよくいけるなっていうのがあったんで、はいはい、まあひとまず良かったです。はい、スティールダーツってそういう、こう、勝負のあやってありますもんね、なんか、あります。妙に、ありますね、やっぱり。妙にその、はっきりとその勝負の流れが分かるっていうのも面白さの一つだと思います。はい、そうですね。まあ、やっぱ佐藤選手の最初の感じのダブルで行かれてたら、まあ、やっぱ結構やばいなっていうふうにどんどんやっぱ焦ってきてたんで、まあそこをやっぱ気持ち一回落ち着けることができたんで、まあ、そこが良かったかなと思います。ナイスダーツでした。まずは一勝飾った小野選手ですが、最後に一言皆様にお願いします。はい、ありがとうございます、今日も応援ありがとうございました、ひとまずターゲットチーム1勝なんで、あとは先輩2人に頑張っていただいて、今日も勝利できるように頑張りたいと思うので、これからもチームターゲットよろしくお願いします。はい、見事に勝利した小野圭太選手でした。ありがとうございました。はい。